応平気。ごめんね。五条くん。はい。あ、なんかついてるよ。なんだろうこれ。怪我じゃない。そう。ならいいけど。友達も多くて、いつも中心にいて、俺とは住む世界が違う人。おめえがねえわ。はい。マリンって声かけられてもいつも塩対応だよね。顔とかどうでもいいよ。ああいう男無理。てかじゃら付けしてる時点で好きだってわかんだしさ。人の好きなものバカにすんな。何それ。頼られてるんじゃなくてパシられてる。自分の気持ちは自分のために言わなきゃダメだよ。何それ、すっごーい。五条くんミシンできる人。目キラキラしてる。服作れんの。どうじゃ。あの向こう向いててもらう。その服を作ったみたいな。私が狙ってもここまで下手にできませんよ。それそれとちょ、はぁ、あ、何してんの、やめてよ。いいよ、いらないって。全然怒ってない、怒ってない。これはね、私がコスしたくて作った。そう、コスプレ。コスってね、究極の愛ちゃん。裁縫得意な人もいなくて。五条くん、私に骨衣装作ってくれないかな。大好きだから、なりたいの。五条くんミシンできる人なの。はあ、めっちゃ綺麗じゃん。わかりました。ことはいいの？はい。マジ？はい。自分とは真逆の世界で生きている人がいる。あ、でも私にもできることはするから。できることは少ないけど、セイントヌルヌル女学園、お嬢様は地獄クラブ、ハレンチミラクルライフ2のクロエ雫。